タートします。さあラスト、これでラストですね。ラストです。はい、さあ81番の人も帰ってきますよ。今ね、この方もすごいメキメキと伸びてる人なんで、タイムタイム1分43秒です。1分43秒です。さあ、このスクランブラーっていうバイクはどこのメーカーなんですか？あ、ドカティ。あー、なんかそれ前も使わなかったですか？そうだったっけ？でも、愛媛あるトライ来たことあったっけ？いや、ある。あ、そうか。うん。すいません。さあ、来週は岡山でクラッチブカーだっていう大会があるんで。遅い。ぜひ、ここにも参加してください。デカティ。でも、すごいですね。誰も乗せないバイクでジムカーナするっていうのもある意味魅力ですね。ナンバーさえついてれば、ジムカーナは何でも OK なんで。そうですね。ただ、まあ、その大会にもよってなんですけど、オートマではなくて、とにかくミッション機能っていうので決まりはありますけど。まあ、それは愛媛ここだけですから。あ、そうなんですね。ここはないから。ここはないんで。これも OK なんですか？これ。あぁ！デカティが！あぁ！あぁ！足が挟まっちゃったか？あ、ちょっとやばい。足が挟まってますね。あ、出れた？あー、綺麗なバイクが。え、そこ？あらら、大丈夫かな？怪我はないかな？大丈夫。いや、ほんまそうなんですけど、いや、すごい、その免許センターで一発取れるのは。いや、私も一回試しで安全運転大会出てみたいなとか思って、来年でも今年愛媛大会で広島県の大会かぶってる。あ、だから無理だと思って。さあ、それでも頑張って帰ってきますよ。頑張れ。さあ、ルカティが帰ってくる。さあ、ゴール。タイムの方は？ただいまのタイム2分。